大事な家族メイの奇病を治療するためジャパニーズコロニーへと向かうジェリーフィッシュ海賊団。時を同じくしてコロニーではわずかな異変が始まっていた。あん時はそっちが先に潰れたんだよ。あ、そうだったか。おお、じゃあコロニーで落ちよう。そこで先生と会わせる。よし、準備はいいか。出発するぞ。いつでも OK。 何年ぶりかな。元気ではいるようだが。ふーん。ん？なんだい、どうした？通信相手の人、調律師さんだっけ？ジョニーにも仲良しな男の人がいるんだね。お前さんね、俺を何だと思ってんだ？あのロン毛だってたまに遊びに来てただろう。でもお金にならないミッションでこんなテンションの高いジョニー初めて見た気がする。調律師さんって依頼料すごいんでしょ？ファウスト先生に恩を返すんだ。手抜きな真似はできないさ。あいつならきっと先生の役に立ってくれるだろう。それにこの件が解決すれば俺の心配事もなくなるしな。カーテンコールは受け付けないぜ。Heaven or hell, duel one. Let's rock. So good. No. He will not be. He. So good. Let's go. Countdown. It's not over yet. No.諦めが肝心だぜ。ジョニー、ウィン。デュオ、デュオ、ティブ、キープオンロッキング。アウト、ミス、カウンター、ミス、カウンター。サブ、ミス、カウンター、ディブ。アウト、ミス、カウンター。動かない。クライマックスだ。It's not over yet. レッスン1だ。ジャックポットを狙うもんじゃない。ジョニー、ウィン、ウィン、ストレイク。悪女なんてこの世にはいない。悪い人間がいるだけだ。女をマイナスに表現する言葉を俺は許さない。あたし知ってる。お前賞金首あるね。私の炎は UV カットできないよ。 Heaven or Hell, Duel 1. Let's rock.
条件はハンサムが勝つことさ。 勝負師ってのはその実相当に計算高い。だが女の太ももは考えていたことを忘れさせちまうから怖い。ジョニー versus Zaka. Get ready to rock. Heaven or Hell, Duel, one. Let's rock. お前さん死んだと聞いていたが、あの世に美女はいるのか。ジョニー versus Ike. Get ready to rock.
卒じながら冥府はいずこ。下道が笑えば民が泣く。諸行に拉致なき沙汰あれば魔道の始末を受けに行きます。己は美老の三品侍、指導死に花無用の所存。Heaven or Hell Duel 1 Let's Rock。 It's not over yet. それにときめきな。だが俺の名は剣だ。遅い。センスが違うんだな。センスが。ジョニー、win。Duel, two, all or nothing。俺を本気にさせたのはミステイクだったな。ジョニー、ウィン、ストレイク。女は香水が香ろうと香るまいと、身だしなみがよかろうと悪かろうと、男の想像力をごまかすことはできない。お前さんは間違いなく上等な女だってことさ。Get ready to rock. メイ、頑張って。オッケー。やっ。今日のプーバーをかけるよ。俺が勝ったろ。小遣いをあげてもらうぜ。 Heaven or Hell Duel 1 Let's Rock。 勝負
私なら敗北は重要だと思います。ジョニー、ウィン。ジョニー、ウィン。Duel, duel, レッスン1だ。ジャックポットを狙うもんじゃない。ジョニー、ウィン。フッ、約束通り小遣いをあげてもらおうか。その分は老後の貯金に回しとく。汚ねえぞ。Get ready to rock. Kurai Ken がなくとも落胆はさせません。 Heaven or Hell. Duel. One. Let's rock. なんて言うんですか。これなの。エンドの条件はハンサムが勝つことさ。ジョニー、ウィン。ストレイト。ずいぶんと貫禄が出てきたな。大人の剣になった。だが大人の負け方だ。何か別の力を隠してないか。It's not over yet. Don't try to stop. Hell, what? It's not over yet. Destruction.
そうだな。ギターってあるだろ。ちゃんと調律してやれば美しい曲を奏でられる。だが調律が悪いと、たとえプロが演奏しても、その音は聞けたもんじゃなくなる。これは実は他の全ての事柄にも言えるんだ。例えば人間でも調律が悪いと本来の調子が出なかったり、体調を崩したりする。調律師ってのは、 そういった万物の調律の具合を診断して整えるのが仕事だ。へえ、すごいね。ああ、すごい。世界でもごく一部の限られた民族にしか発現しなかった貴重な能力だそうだ。ジョニー versus Leo. Get ready to rock. お前たちは。第二連合、なんで役人がこんなところに。この太平の世を乱す海賊ども、ここであったが百年目だ。観念してお縄に着け。おいおい、そっちも事情はありそうだが、俺たちは急ぎのようだ。見逃してくれ。 部下の面前でなければ見逃してもいいが、報告書も手前そうもいかん。しかし、なんであんたがここにいる。コロニーの異変に関係があるのか。いえ、何か知ってるのか。ならば話が早い。同行させてやるから捕まったふりをしろ。しょうがないな。こいつは一つ貸しだぞ。いいだろう。契約成立だ。捕まったふりを頼むぞ。 では行くぞ。この小悪党ども。ちょっと待て。なんだ。てめえ、このジョニー様を捕まえて、たとえ芝居であろうと小悪党とはどういう了見だ。これは、そこ。 Heaven or Hell. Duel. Let's rock. It's not over yet. Counter.
All or nothing. I'm counting. おとなしく、お縄に。いかなる事情だろうが、この寿兄様を小物扱いすることだけは頼むな。その時よろしく。どうしてここまで来たか。これ以上、場の気を乱すのはやめんか。あ？なんだ貴様。申し遅れた連合殿。それがしは、クム家の五代目当主、ヘヒョンと申す者。コロニに異変ありとの報を受け、 見聞いた次第。クム家、あの調律師の家の者か。俺が依頼したんだ。コロニー住人の返帳をある筋から聞いてな。その調査のためだ。うん、無論調律に難があれば、それを自音力で正すのが我が生業だが、逆に言えばそれがしができるのはそこまで。この症状は 住人の調律を正しても解決せん。どういうことだ。それがしは医者ではない。病を未然に防ぐことはできても、病そのものを治すことはできん。変調の健況を特定できれば、その調律を乱して症状を抑えることはできるがな。 やはり先生の見識が必要か。そろそろ現れてもいいはずだが。これだけ役人がいるのだ。ひょうひょうと姿を現すわけにもいくまい。通信で構わんから連絡を取ってくれ。ことによっては猶予のない事態かもしれん。大事になってきたな。まさか元老院の起こした事件はまだ終わってないのか。